穴蔵から出てきたもんが鬼だったってことにならねえようにしなよ。なあ兄貴、腹減ってねえか。今は飯どころじゃねえから。そういや兄貴って笑ったことねえよな。うれれ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 れ。一生むっつり顔のままになっちまっても知らねえんだから。もう女房のとこには帰らねえ。ほら、お前とずっと一緒にいてよ。そうだね。こんな山ん中で何してやがんだ。熊にでも食われちまえ。カンニャラカンニャラカンニャラ。さあ、なんだ。こいつ、ふざけんのもいい加減にしろ。しまったな。あ、兄貴、村があるぞ。仕方ない。あそこで力を。ジョローグモの巻。体を引き上げることもできないなんて。なんかめんどくせえ村だな。村を守るために見張りを強めてるんでな。守るって何からさ。最近村に人さらいが出るのさ。人さらい。ああ、夜な夜な村の人間がいなくなっちまう。あの見張り台だってそのために置いたんだ。お前も怪しい奴を見つけたらすぐに知らせてくれ。なあ兄貴、人が消えるってのはおいら絶対あの雲の化け物のせいだと思うんだ。この村にとっちゃ大事みてえだし、おいらたちで何とかすれば人助けになるし、褒美もかなりもらえるはずだぜ。これだけは完成させないと。おい、あんた、しっかりしろ。いや、すまん、驚かすつもりはなかった。おい、どこか悪いのか。死にそうな顔だ。とりあえずうちに来な。食い物くらい出してやれる。歩けるか。歩ける。よし、ついてきな。まずはこいつの正気をいただくか。そういやあんた名前は。俺は矢次郎ってんだ。そんなものはない。ない？ないか。よし、じゃあおはぎってのはどうだ。おはぎ。はぎの花ん中で寝てたろ。なんとでも呼べ。おう、それじゃあおはぎ、腹減ってんだろ、食いな。なんだいこれは、まずそうだね。遠慮すんな。うまい。
おはぎ、お前どっから来た？もしよかったら教えてくれ。よくないから教えないよ。ならなんであんなところで寝てたんだ？好きで寝てたわけないだろう。たく力さえ戻りゃさっさとこんなところ出て行きたいよ。お前は食べないのかい？ああ、俺はさっき食べたばっかりだからな。何の音だ？いいから早く食え。俺は仕事に行かなきゃならん。夕暮れまでには戻る。食ったら寝ててくれ。妙な人間だね。あたいのもんに手出すんじゃないよ。田畑に作物なんもねえ。兄貴、この村食いもんは難しいかもな。なんだなんだ。なあ、あんた、あれなんて書いてあるんだ？ああ、人さらいを捕まえたら褒美をくれるとさ。まあ、何度同じことをしても一向に捕まる気配はねえが。ほらな、おいらの思った通り。こりゃ褒美はいただきだな。なんだ坊主、心当たりがあるのか？あんたも褒美目当てかい？でも首突っ込まない方がいいぜ。なんせ相手は化け物なんだから。化け物？化け物が出るなら日が暮れたこれからだろうぜ、兄貴。昼間やみくもに探し回る体力もねえし、要領よくやんねえと。さあ、行こうぜ、兄貴。人間の食い物じゃ、やはりこの程度か。すまん、すっかり暗くなっちまった。ずっと起きてたのか？寝てたよ。でも外が騒がしかったから目が覚めた。ああ、山の仕事場でまた人死にが出た。炎天下の重労働だ。無理もない。なんでそこまでするんだい？死んだら元も子もないだろう。この村は採石で成り立ってるんだ。上がりが減ることを漁師は許さない。は、人間ってのは不自由なもんだね。顔色が悪いな。飯は食えてるようだが。ゴキかぶりだ。なぜ逃がすんだい？人間が死ぬのはよくて虫けらが死ぬのは嫌なのかい？人も虫も同じだ。生きていることに変わりはねえ。そんなことを言う人間に初めて会ったよ。あんた変わってるね。そうか。そんなことよりまずは食え、そして寝ろ。人間、それが一番だ。あんたみたいな男、初めてだよ。空腹はお互い様だね。はあ、疲れた。一晩中歩いて収穫なしかよ。どこに隠れてんだ、あの雲の化け物。もう頭も回らねえ。涼しいうちに少し寝とこうぜ、兄貴。なあなあ、あれなんて書いてあんだ？昨日の晩にまた人が消えて褒美が多くなるとある。昨日化け物の気配もなかったのに、オイラの見込み違いで人さらいは化け物の仕業じゃない？ねえ、人さらいの人捕まっちゃうの？
そったなことにはならへん。土下に褒美を積まれても領主に願える男なんぞこの村にはただの一人もおりゃせん。うん、この村じゃもう虫か雑草ぐらいしか腹に入れるものがね。毒ダミかじって夜まで木陰で横になろう。おはぎ、お前さらにやつれてるな。こいつは。あんた、今朝はやけに早く出かけたね。まだ外は暗いのに、明かりも持たず。山での仕事以外にも何かやってんのかい？月の沈む時刻に一仕事あってな。そっちが本業みたいなもんだ。大変だね。おはぎ、俺の見たところ、お前は何かしらの病だ。だがこの村には医者がいねえ。旅の札がないお前が村を出るのは難しいだろうが、俺なら確実に逃がしてやれる。まあこの村じゃ若い餌にはありつけそうもない。とっととおさらばしたいのは山々だけど、私に払えるもんなどないよ。生きていてくれればいい。そうだったね。私はゴキかぶりと同じってわけだ。ああ同じだ。命の重さに変わりはねえ。私だって死ぬ気はないからね。頼むとするよ。引き受けた。一日でも早い方がいいな。今夜月が沈み夜が明ける前にやる。それまで休んでおいてくれ。人さらいが化け物じゃなかったらオイラたちじゃ見つけることすら難しいな。何にしろ今夜が山。兄貴、この村での化け物探し最後の夜だ。腹に力は入らねえけど気合い入れてこうぜ。どこへ行くんだい。そっちは村の出口じゃないだろ。あっちは柵と見張りで出られねえ。抜け道はこっちだ。空が白んでくるまでの一刻でそこまで行く。辛いだろうが耐えてくれ。腹で二晩歩き詰めは子供には応える。兄貴すまねえ、今回は空振りみてえだ。諦めて次の村へ。おはぎ、辛ければ少し休むか。バカにするな。お前の正気を吸ってもいいんだぞ。昨日ここで会ったおっちゃん、褒美目当ての坊主たち。しつこいね。とどめを刺しに来たのかい、この小僧ども。檻で聞いた声。いた！兄貴、この女が雲の化け物だ。やっぱりそいつが人さらいだ。おっちゃん、そいつから離れな。干からびちまうぜ。化け物をやっつければ飯が食える。サクッと頼むぜ、兄貴。おはぎが化け物？え？オイラの言うことがわかんねえのかよ。その女は化け物で人さらいなんだって。人さらいはこの俺だ。俺が手引きしてこの村から逃がした。おはぎは関係ない。俺は捕まってもいいが、おはぎは見逃してくれ。病にかかって弱っているんだ。え？病ってなんで化け物をかばうんだよ。貴様が逃がし屋か。手間取らせやがって。見つけたのはオイラたちだぜ。褒美はもらえるんだろうな。そんなものないわ。密告者を釣るための方便よ。そんな殺生なやり方が汚ねえぜ。お前らは悪党だ。悪党結構。これ以上人足に足抜けされて上がりが減ったら俺たちが始末されちまう。その男を捕らえろ。まずい世紀だね。兄貴、見逃しちゃもらえないようだね。
何ぼーっとしてんだい。あんたの仕事は終わってないよ、逃がし屋。どっちに行けばいいんだい。あっちだ。よし。兄貴、ちょっとじっとしてて。いろいろ当てが外れてただ働きになっちゃうけど、どうする？いやぜ、兄貴。なんだい、怖いのかい？こうでもしなきゃ追いつかれるよ。大丈夫だ。じゃあ一気に行くよ。え、そら。うわ。もうすっかり元気だな。もう俺がいなくてもどこへでも行けるだろう。まだ山を越えられるほど力は戻ってないよ。あと5、6人は男の性器を吸わないとね。人を殺すのか？人間は貴重な餌だからね。今まで命まで取ったことはないよ。生きてりゃ人間の性器は戻る。そいつをまた吸うんだ。共に生きるのが長生きの秘訣。そうか、これからもか。ああ、ならいい。いくら兄貴でもここは登れねえだろ。あいつらの後を追うしかねえよ。行こうぜ。これが抜け道なのかい？入り口は狭いが奥は広くなってる。水音が聞こえるだろう。水の流れに沿っていけば山の裏の沢に出られる。天然の洞窟だ。お前なら明かりはいらないし、追いつかれることもないだろう。俺の仕事はここまでだ。さあ行ってくれ。あんたも行くんだよ。え？裏の仕事がバレちまったんだから、もうここにはいられないだろ。捕まってただで済むと思ってんのかい？見せしめにされるのは間違いないだろうな。それで本望なのかい？いや。なら逃げるしかないだろう。うん、化け物と一緒じゃ嫌かい？おはぎ、わかった。この村で死ぬくらいならここから逃れて。お前の餌として生きていくか。あんたみたいなおかしな人間には今後二度と出会えないだろうよ。じゃあさっさと。あんた！領主様に立てついた奴の末路だ。化け物女と共にとどめを刺せ。貴様ら！一人残らず吸い尽くしてやる！この村に医者はいないんだろ。私がお前を連れていく。お前を死なせはしないよ。やっぱりどっちかが死ななきゃならないようだね。殺すのはダメだ。おはぎ、今までもこれからもだろう。行っちまったな、あの二人。人と仲良くなるあやかしもいるなんて。世の中わかんねえもんだな。でもさ、兄貴の耳が戻っててよかったよな。じゃなきゃかなり後味の悪い結果になってたと思うぜ。まだ喋る気になんないのか。ならいいよ。オイラが二人分喋りまくってジメジメ気分を払ってやるさ。
うわっ、雲いっつー、こいつ噛みやがった。ごめんよ、驚かしちまったのはオイラだな。兄貴、今鼻で笑ったら聞こえたぜ、兄貴の最初の笑い声。でも違うんだよ、オイラの求めてる笑いは、そんな人を小バカにしたようなんじゃなくて、